AKB48 武道館コンサートのチケット、そして大西桃花のセカンド写真集の、ゲストもぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ごめんね、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。バースデーガールの大西桃花さんでした。ありがとうございました。武道館も楽しみにしてて、ありがとう。ありがとうございます。バースデーガール桃花さん、はい、来てくれました。ありがたい。ありがとうございます。はい、幸先のいいスタートということで。はい、じゃあまず早速自己紹介をさせていただきます。はい、AKB48 の大森真帆です。よろしくお願いします。はい、千葉恵里です。よろしくお願いします。はい、山崎空です。よろしくお願いします。はい、AKB48 62枚目シングルアイドルなんかじゃなかったらの発売を記念し、10月20日、21日、22日、日本武道館にてコンサートを開催いたします。イエーイ。はい、そして今回で4回目の告知配信となるんですけど、はい、まずは新曲について話していきたいと思います。いよいよ来週の水曜日にリリースされますが、皆さんもう予約してくださいましたか？どうかな、コメント。ちょっと時差があるからみんなまだ、イエーイ、ね、最初の挨拶盛り上がってますね。みんな挨拶すごい、みんな、おーすごい、何ですか、写真集もらって、えーいいですか、すごい、ごめんね、ありがとう、よかったらもらって、やった、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ全部違う、あ、そう、今回でも違うの、やばい、好きすぎる、本当めっちゃ好き、今回初めてメンバーにあげるんで、初めて見るかもしれないんですけど、よかったらぜひお納めください。ありがとうございます。宝物にします。ありがとうございます。ありがとう、本当にお邪魔しました。ありがとうございました。お疲れ様でした。嬉しい、めっちゃ嬉しい、まさかのサプライズすぎて、やばい、楽しみね、ちょっと終わってから集中してみます。これは後でセクシー表情ね、いいね、じゃあちょっと後で大切にね、見守っていただきます。後ろに、じゃあここで見て見守ってもらおう。はい、ということで、などこまでいったっけ、ちょっとあの嬉しすぎて、あ、コメントね、あ、すごい、でももうね、サプライズって言ってますね、みんなサプライズでしたね。はい、ということで、エリーちゃんとね、はい、それは新曲どうですか。そうだね、なんかじゃなかったらてか、さっき思ったんだけど、うん、カメラロール見返してて、うんうん、もう MV 撮影してからもう2ヶ月経つって考えたら本当にヤバすぎて、ね、早いですね、早いですね、2ヶ月だよ、ヤバくない、ヤバいです、それは、ヤバいね、ちょうど発売日がちょうど2ヶ月くらい、そうだね、2ヶ月後くらいに、うん、早すぎて時の流れが、うん、ヤバいなと思った、確かに、だから初めて振り入れしてもらってから2ヶ月くらいは経つってことだもんね、うん、そうだね、すごい、ヤバいよね、さすがに、でも最初振り入れした時どうだった、すぐ入ってきた、なんかあのいろんなさ、ダンスにも種類があるじゃん、こう自分にとって得意なこの分野とか覚えやすいなみたいなとか、どうだった、あ、こういうダンス覚えるのは得意、なんか得意、振り覚えは遅くはない方だけど、うん、でも、うん、その日のご飯をお昼で終わらせちゃったから、うん、夜の集中力がなさすぎて、結構、ね、本当になんか終わっ、なんかついていけなさすぎて終わったと思ったけど、うん、意外と、うん、まあ覚えられた、あ、すごい、ソラナはどうでした、私はですね、めっちゃもうパズルみたいでもうなんか分かる、こっちがこうなってる時に足が前に来るみたいな、分かんの、すごいよね、ずっとなってて、うんうん、頭の中でね、ぐちゃぐちゃになっちゃう、あのペアのさ、感想のダンスやばくなかった、あ、やばかったやばかったよね、本当にやばかった、私もちょっとダメで、居残り組でした、あ、本当に、はい、しかも一組一組さ、動画撮ってたじゃん、そう、みんながしかも見守る中さ、そうなんですよ、ね、やばいよね、ヒヤヒヤしたよね、やばほちゃん、そう、私ペアがユキニーさんでマジでやばい、しかも私本当覚えられなくて、もう3回くらいやり直してもらって、ね、そう、撮り直してもらってユキニーさんすいませんでした、おもろかったあれ、だ今となっては、まあ、だいぶね、こう回数、うん、踊る回数も重ねてきて上手くなったと思うんですけど、うん、やっぱあの振りの一番の見どころって言ったらあれですけど、この首をね、こうやってやる振りがあるんですけど、なんとね、あのソララが今結構毎日練習してるみたいな話を聞いて、そうなんですよ、ちょっと苦手すぎて、うん、あのこうやって少しでも、すごい、あのお風呂で柔らかい時にどうにかしようと思って、少しでも柔らかい時に、こういう意味でのお風呂だったんだ、そうだったの、柔らかくなるんだ、わからないですけど、うんうん、柔らかいかなと思って、気持ちね、気持ち
愛人愛されね、そう愛されます。すごい、じゃあ一回その成果をねちょっと一回見せてほしい。動かないんですよね私。あ、すごいすごい、でもめっちゃ動く。最初の頃が、うん、全然ダメだったので。じゃあそれにしたらもうね、だいぶちまちまこう、うん、どんどん徐々にこう動かせるようにはなってきたので、これからもじゃあ期待ということで、はい、練習します。ね、素晴らしいです。はい、それで次本日は、そんな新曲の披露ももちろん予定している武道館コンサートについて楽しくお話できたらなと思います。最後までよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで現在チケット絶賛発売中です。まずは公演内容を確認してみましょう。こちら、ですね、台本を読むのが疲れてしまったのでちーばちゃんお願いしますと書いてあります。はい、ちーばちゃんいきます。はい、お願いします。読んだことないのよ。10月20日金曜日は、うん、AKB48 の歴史を楽しく振り返る子さんも新規も大集合、何でもありの AKB デッセスペシャル。イエーイ。10月21日土曜日は劇場公演曲リクエストアワーセットリストベスト30。すごい、なんか何語だった今。リクエストアワーセットリストベスト30、はい、です。です。はい。10月22日日曜日は、うん、AKB48 新体制コンサートアイドルになってよかったです。よー、素晴らしい。はい、チケットのご購入ですが、うん、ローソンチケットでの販売が開始いたしました、うん、はい、先行販売は9月24日今度の日曜日23時59分までです。はい、そして皆さんおなじみのチケットセンター通称チケセンでの販売は9月25日23時59分までとなっております。はい、つまり来週の月曜日以降はチケセンで買えなくなってしまいますので、うん、ぜひぜひ今のうちにご購入をお願いいたします。はい、お願いします。そう、ショールームをご覧の皆さんはもうチケットは買っていただけましたか？どうでしょう、コメントぜひ。来てくれますか？買ったよって人いるかな。あ、買ったよって買いました、買ったよ、3公演買ったよ、買うしか、お、今から買う人もいる、急げーって。そう、チケ戦がもうねラストということで、うん、みんな大好きチケットセンター、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、最終日今日ぜひ、本当に3日間全部違うのでね、うん、本当に皆さんよかったら絶対後悔しないと思うので、うん、ぜひ見に来てください。はい、ということで、あ、じゃあそらら、まだ買ってないよっていう人のためにカメラ目線で可愛くおねだりをお願いします。はい、私たちに会いに来てください。行く、最高、絶対にみんな行く、行きます。もうこれは皆さん絶対に武道館に来てください。よろしくお願いします。はい、ということで、さて今回のコンサートは3公演すべてゆきりんさんとみーおんさんが会議に参加してセットリストを決めたみたいなんですけど、もうね、あのイベントとか私たち選抜の時とかの楽屋とかでも結構2人が真剣に話してるのとかなんか見かけたりとか。そうだ ね、いろんなメンバーにね、うん、聞いたりとか、ね、そうそうそう、話してるの見てたので、ね、なんかもうだいぶこう考えて、うん、あの私たちのこととかメンバーみんなのことを考えてセットリストとか、ね、曲とか決めてくれたと思うので、そこら辺も皆さんぜひ、はい、楽しみにしていてください。はい、そしてそう、ついにかなりの日数打ち合わせを重ねて、ついにセットリストが完成しました。すごい。はい、先日全メンバーにも展開されたんですけど、そのセットリストが今なんと私たちの手元にあります。皆さんは当日までのお楽しみとなりますが、1日ずつ私たちだけで確認していきたいと思います。まずは1日目を見てみましょう。まあ、しばらくは私たちのねリアクションのみでお楽しみください。そうですね。はい、1日目、子さんも新規も大集合、何でもありの AKB デッセスペシャル。なんか始まりいいね。いい、うん、いやもういいね、これぞ、うん、ね、もう AKB だよ。もうこれがね、うん、っていう決まってますね。いいね、いやこれ結構もうオープニングから熱いわ。熱い、私2曲目マジ好き。私もめっちゃいい、夢だった、やりたいってずっと思ってて、めっちゃ嬉しい、できて、マジ好き。マジでザ AKB だね。いいですね。いいね。マジでいい。みんな好きよこの曲。すごいよね。確かにもうこれは
すごい、もうなんか最初から最後まで本当に AKB の17年間をね振り返るようなセットリストにすごいなってるので、うん、本当にもう何題名っていうの、うん、題名の通り新規も子さんもどっちも楽しめるっていうセットリストにまさになってるなって思うので、うん、本当にこれはみんな誰が来てもきっと楽しめるんじゃないかなと思いますね。マジいいね、うん、しかもこれあれですね、そのちょっと昔にこう企画であったものが、うん、今のメンバーでやってみたらどうなるのかみたいな、うんうん、この企画これやばすぎない？いいね、めっちゃ嬉しくない？これやばい、超嬉しい、すごいよね、やばいね、うん、めっちゃ楽しみです、ね、めっちゃ好きな曲やってみたかった、うん、あ私も好きです、いいよ ね、え、ソラのどれだ、私はですね、これですね、あこれめっちゃいい、超いい、好きで似合う、確かに超楽しみ、まあ、いいね、確かにこの中だったらみんな1曲ずつこの選べないと思うんだけど1曲 C って言うなら1曲どれが一番楽しみかみたいなある、その曲順のだけは言っていいよ、曲名は言っちゃダメだけど曲順だけ言ってもらって、じゃあ決まったらぜひ、これどれがやりたいか、うん、うん、違う、この中で一番どれが やるのが楽しみか、楽しみか、うん、すごいいっぱいあるからね、いやでもまずまあうん、えいちゃんはこれね33もすごいね、うん、ね、まあもうこれは ね嬉しいよね、うん、好きな曲だね、うん、うわじゃあ空だから言ってく、はい、いいえ、でも私はやっぱり7番がすごい好きな曲で、もともとずっと聴いてて、うん、なので今回まさかこのメンバーに選んでいただけて、うん、ね、すごい楽しみ、うん、これはすごいよ、楽しみだね、見たいもん、うん、このメンバーでのこれ、うん、いいね、うん、エリーちゃんは何が、うーん、私やっぱ、うん、まあ、33もいいけど、うん、33も好きだけど、うん、やっぱ、うん、でも4も好きだね、4も楽しみ、いい、好きそう、大好き好きそう、まあ2もいい、2もいい、わかる、でも4が好きかな、4か、いいね、じゃあみんなちょっとメモっといてもらってね、これその当日にね答え合わせしてもらって、うんうん、ちなみに私はもうやっぱり16かな、16めっちゃ楽しみ、もうこれウキウキよ、いや、どんな感じになるのかね、確かに、しかも元々やっぱ自分もファンだったからこそ、うん、これできるの激アツすぎるみたいな曲が本当にあるので、うん、ぜひ皆さん楽しみにしていてください、そう、そして大発表、え、特別に何？一歩目温度は入ってません入ってませんでした、これ特別ですよ、これだけ教えますけど特別に入ってませんでした、これだけはすいません、一歩目温度ファンの皆さんすいませんすいません、残念って泣いたって言ってます ね今ね、コメント欄一歩目温度なんちゃらってね、うん、みんな草生やしてますね、草生やしてガーンとか言ってはい、じゃあそれで続いては2日目の劇場公演曲のリクワワを見てみましょう、メンバーも初めて見ましたよ、そう、なんかこれ私たちもこれが今から見るのが初なんです、マジで1回も見てなくて、なので引き続き私たちのリアクションでお楽しみください、じゃあ早速見ますか3、やばいね、でそもそも待って、ちょっと待って待って、早いって早いって、ちょっと待ってもらっていい、ダメだった、まずあの私たち自分たち1曲推し曲をこう発表したじゃないですか、はい、そう、それをまずソララから発表してもらっていいですか、はい、私はコイントスが推し曲です、お、エリちゃんは、私は小池です、なんか似てますね名前が、コだけしか合ってないけど、コイ、コイ、あ、そうか、コイまで一緒か、小池、ありがとう、似てるなんか似てる似てるね、そうだ ね、うん、似てるねはい、私はあの手もでもの涙を入れたいな、入ってほしいなって思いましたので、じゃあ見ていきますか、怖いこれ、3、2、1、はい、3、2、1、はい、おお、なるほど、え、待って、これ意外じゃない、確かにこんなところにあるの、ねねねね、まあでも確かにわかるよ、私はめっちゃ好きよこれ、でもすごい
おお、へえ、人気だね。ですね。そっか。うわ、いいなこれも。うん。どんな感じになるんだろうねこれ。すごいな。めっちゃ意外じゃない？ね。それってユニット？ですね。めっちゃ意外。へえ。やったことない。あんま見てない。おとないか。これもっと上かと思ってた。嘘。うん。だってこれめっちゃ人気じゃない？人気ね、うん、もっと順位が上だと予想していましたが、まあまあね、すごい。待って、意外じゃない？マジ？めっちゃ意外。わかるよ。それはめっちゃわかる。もっと上かと思ってた、うん、逆に。でもさ、うん、だってこれもう、うんうんうんでしょ。これベスト。そうだよ、ここまでやるよ。でも3位でしょ。おー、うん、そういうこと？そういうことだよ。びっくりした。そういうことだよ。こっちが、うん、あ、そうなんだ。びっくり、逆から見てた。そうだよ。なるほどね、うん、あ、だからこれがめっちゃ意外。めっちゃ意外、めっちゃ意外、めっちゃ意外だよね。めっちゃ意外。そうなんだ。そうだよ、そうだよ。へえ、なるほどね。そう、私たちも、うん、本番まで1位から3位は分かんないんですよ、うん、だからちょっとね、そうそう、どうなるか私たちもそこはすっごい気になるとこなんですけど、でもそれ以前にもすごい、あ、これがこの順位で来るかみたいなのとか、うん、これはすごい入ってるんだとか、まあ、これは確かに入るよねみたいなのもあったりとか、うん、すごい結構ちょっと意外なランキングではあるんですけど、メンバーの支局は最大限その人がパフォーマンスできるように調整していますとのことで、すごいありがたいですね。ぜひ絶対にこれが絶対に入ってることを祈りましょう。絶対にお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ続いて最後は3日目のセットリストを見てみましょう。もうちょっとだけ私たちのリアクションのみでお楽しみください、はい、じゃあ3日目どうですか。3日目はね、現チームが解体となって新しい組み分けで楽曲を披露するっていうね、うん、結構なんか斬新な感じの、うんうん、メンバーでの、なかなか今までね披露したことないメンバー同士での楽曲披露だったりとか、これすごいよね。この20から26、20から26すごいよ。すごい挑戦で、とんでもないことが起こるのではって思うようなこともあるし、そうですね。でもなんかオープニングがなんかもう王道メンバーもファンの方も好きな曲って感じだけどさ、その後のなんか企画みたいなのやばくない？なんか企画、なんかそのコンセプト、ねすごいですよね、こんな、なんかいろんな分け方今まであるけどさ、うん、こんなことある？てかファンの方は気づくのかな、うん、なんかこう後ろにさバーンって出ないとさ、うん、何の組み分けなんだって気づけなそう、ね、分かんないよね、うん、あ、全メンバーにアンケートを取って、うん、あ、すごい、そっか、そうね、うん、あ、だからか、それに使われたってことか、うん、なるほどね、そういうことだよ。あ、謎だ、あ、そう、これね、これもやったっけ？これやってない、やってない、うん、それは普通に調べてくれたのか、うん、そうね、めっちゃ楽しみ、そう、これね、うん、M10 から13、めっちゃやってみたかった曲だから、あ、そうだよね、12番、そうだよね、12番楽しみ。でもよく一人で踊ってた、まほちゃんの前で、ね、うん、そう、よく見てたからすごいね、楽しみだよね、めっちゃ嬉しい、うん、確かにこの中だと自分の一押し曲というか、やれて嬉しいみたいな、何なんかありますか、一番と言ったら、まあ、いっぱいありますけど、ね、私は16、ねえ、私もでも絶対言うと思った。16が本当にやりたくて、うん、そうだよね、でも来ると思って、ね、そうだよね、もう事前に映像めっちゃ見て、ね、おーちゃんに絶対これ来るよって言ってそう、なんかね、これかあれかみたいなのがあったんだよね、うんうん、でもやっぱこっちでしたね。そう、うん、エリーちゃんがすごい、これ私は絶対にこっちだって何回 もめっちゃ映像見てなんかここ歌いたいとか言ってたもんね。もう歌割りまで決めちゃってるしっかりと、そう、ここ絶対歌いたいとか言って、なんかまあ確かにこれはいい ね、うん、そう、違うと思う。うん、どういうこと？歌割りはあそこじゃなかった、うん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 、そうだね、
楽しみ。ソララは何が一番推しですか？ね、そうですね、でも私36とかが好きです。 36? 36、はい、あやったことある？はい、あるんだ。あります。確かにいいよね、かっこいいのが好き、うん、いいよね、これいいよね、わかる、はい、確かに、うんうんうん。私なんだろうな、何だっけ。全部いいけど35。おー、意外。そう、あのね、多分ね、ファンの方の前では一回も披露したことはないんだけど。あ、そうなんだ。そう、でもなんか本当になんかただレッスンだけ受けさせてもらった曲、本当に初期の頃、私のだから、ちょっとこれをみんなの前でできるっていうのはすごい嬉しいし楽しみ。ファンの方もあんま聞いたことなさそう、うん、ライブとかでやってないもんね、全然、うん、最近やってない。34もさ、うん、なんかこうメンバーでやるっていうのにさ、ないじゃん、ない、そのメンバー以外で、ね、うん、わかる。だからなかなか新鮮じゃないかなと思います、ね、うん、なんかそういうの多いよね、うん、ですよね。そうだから今回、まあ、3日間共通してですけど、私たちも本当に曲数もたくさんあるし、やったことない曲に挑戦することも本当に多いので、うん、あのファンの方は今まで見たことない推しだったりとか、うん、なんか、まあ、曲の何人数のね、そのみんな編成というかね、うん、チームじゃないのでも、うん、だからそういうのも見れてすごいきっと嬉しいんじゃないかなと思うので、うん、ぜひ。お、そしてまた大発表。おお、バレ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 節は入ってません。入ってませんでした。入ってません。バレバレ節はバレバレ節をしの泣いたって言ってます。また泣かせちゃったよ。ここ2回も泣かせちゃった。バレバレ節、ね、ごめんなさいね、さい入ってませんでした。すいません。はい、あー、毎回言ってますね。はい、ということで、3日間どれも違ったセットリストで、どの公演もゆきにんさんとみーよんさんのこだわりが詰まった内容となっております。そしてローソンチケット先行販売は9月24日今度の日曜日23時59分まで、チケ戦の最終販売は9月25日の来週月曜日23時59分までとなっております。ぜひぜひ今のうちにご購入をお願いいたします。お願いします。次読まなくていいよ、はい、いや、でも書いてあるんで。ところでちーばちゃん、はい、まだ買ってないよという方にカメラ目線で可愛くおねだりお願いします。本当にもう携帯で台本が来た時から本当に嫌だった買ってね。うー、あー、もう髪が乱れちゃってちょっと髪が乱れちゃってるって可愛い可愛い、最高。いや、最高。もうこれは皆さん絶対に武道館に来てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さて武道館1日目は子さんも新規も大集合、何でもありの AKB デステスペシャルと称して AKB48 の歴史を振り返る内容となっております。そこでこんな企画をやってみたいと思います。題して私のいい歴史黒歴史。AKB48 に加入してからのいい思い出を、いい歴史、そしてやっちまったな、二度とあの瞬間に戻りたくないなという黒歴史、それぞれを発表していこうというコーナーです。ちーばちゃんとそららはAKB に加入したのはいつですか？私は2015年の5月。お、うん、もう11歳からやってます。すごい、小6だ。はい、もう9年目です。やばいね。やばいです。先輩じゃん。やばいよね。いや、大先輩やん。でもこことここでも3年半しかやってない。そう、私は2018年の1月、第3回ドラフト会議にて加入させていただいたんですね。そしてそららは、はい、私は2022年の5月にお披露目がありました、うん、最近最近だ。8、9、10、11、12、4年か。結構間空いてるね。ですね、うん、こことここやばいね。やばいね。7年大先輩じゃん。7年離れてる。すごい。ということでまずは、いい歴史から発表していきましょう。そららお願いします、はい、よいしょ。なんだろう、気になる。まだ2022年だからね。せーの、じゃんじゃん。初の映画出演です。素晴らしい。そうだよね。そうなんですよ、うん、しかも映画の主題歌も、うん、
あのガールドライブの5人で、うん、はい、うん、やらせていただいてて、うん、すごい私の中では一番今嬉しかったことです。すごい。すごい。すごいね。加入して2年 ?1 年ちょいです。1年ちょいで映画出演ってないよ。1年ちょいなんだ。やばいよね。やばいね。すごいね。すごい。やば。素晴らしいです。すごいみんなおめでとうって言ってるコメントで、おめでとう、本当にね、大変そうだったけどすごいよね、それをでも乗り越えられてね、うん、そうやってやれるってことがすごいことですから、そららはすごいです。ありがとうございます、うん、あ、そうです、うん、あの11月10日に公開されるので、ぜひ皆さん見に来てください。ぜひ見に来てください。はい、ということで、じゃあ続いてはひーちゃんお願いします。はい、じゃん、AKB のセンターになれたこと。わあ、すごすぎる。久しぶりのリップグロスで、うん、初センター。すごい、あのすごいね、選抜3作目でセンターに、ね、うん、すごいよ、選んでいただいたことがすごく嬉しかったです。はい、うん、そりゃそうですよね、うん、おめでとうございます。本当になかなかこれ言えないですからね、数限られた、しかも結構人しか、メンバーしか、その衣装も、うん、そのおされさんに3着作っていただいて、結構フェスとか歌番組とかで使っていただくことが多かったり、久しぶりのリップグロス自体もそのセットリストに違う、なんかいろんなセットリストに入れていただくこともすごく多くて、それがすごく嬉しいです。これからも愛される曲になりますように。素晴らしい、みんなも素晴らしいって言ってます。ありがとう。言っちゃっていいの？お、いいんですか？お、大発表。お、久しぶりのリップグロス。お、武道館でも。お、披露。お、しま、しよう。やったー。絶対楽しくないだ。これは楽しみ。します。すごい楽しみですね。はい。あ、すごい、みんなやったーって言ってる。そりゃね。はい。ということで、じゃあ私いきます。私はじゃーん。自分の好きな仕事ができた。嬉しい、まあ、結構大雑把に書いてるんですけど、うん、まあ、本当にいろんな、ね、AKB じゃなかったらできなかった仕事とかいっぱいあるので、うん、そういうなんか自分が好きなお仕事とか、うん、AKB に入ってできたお仕事に入れたできたことが本当に全部がいい歴史だなって思ってこうしました。確かになんか自分から発信してるアニメとかも自分の仕事につながったりしてるから、本当にすごいなって思う。本当に嬉しくて、そうだから全部がいい歴史で、いい歴史をどんどん増やしていけたらいいなと思います。頑張ります。ありがとうございます。はい、じゃあ続いては、待って、え、書きます。続いては黒歴史を発表しましょう。そららからお願いします。はい、じゃん。私はステージ上で背中から転倒したことが、はい、最近のちょっと恥ずかしかった出来事です。やりましたね。やっちゃった。やりました。背中からあのアニメのように消えました。ね、すごい。え、それファンの方気づいてる？あ、気づいてますもん、絶対。気づいてるんだ。綺麗に背中から。そうなんだ。でみんなね、えーとかびっくりしてるから。そうなんですよ。どうなんだ、気づいてる人いた？カウントダウンのライブライブの、うん、はい、うん、あのフェスティバルで出させていただいた時のネムハモルーマーで、うん、ちょっとあの消えましたね。消えちゃった。タット終わりに、そうなんですよ、そのしゃがみながらね、移動するところがあったんですけど、隣でタットが、ね、いなくなって、私のなんか視界にいるんだけど、なんか大サビに移動するときに視界から消えて、なんか気づいたらなんかひっくり返ったダンゴムシみたいな、思った、気づいたらやばい、見なかった、バッチリ見てました、ストーンって、そのこういう感じでやばかった、大サビガン見しちゃった。そうなんですよ、その日もなんか、え、喧嘩したのかなみたいな朝が出て、やばやばいね、やばかったです。で これからはね、はい、ちょっと気をつけて滑らないように、滑らないようにお願いします。はい、じゃあ続いて私いきます。せーの、じゃん。アイドル修行中公演に一度も出れなかったことです。黒歴史ですね、これは。本当に初期ですね、加入したての頃に16期さんとドラフト3期生の
みんなでこう合宿をしてまず最初の初日メンバーを決めるっていう、それでこれはゆきりんさんがあのプロデュース公演というかセットリストとか決めてくれて、その公演にあのやっぱ同期とかみんな出てるわけだったんですけど、それで出れてない人もあのみんなアンダーとかでねやっぱ出てくわけじゃないですか。そう見ちゃって見ちゃってるね、あ止まったって書いてある、あ止まってない、そうなんですけど、あの私はどれくらいの期間やってたかね、うん、この公演もだいぶ期間長かったと思うんですけど、うん、もう毎日練習してたんですよ私は、これに出ないと何も始まらないっていうことで、君にじるやつ、そうです、うん、そうなんですけど一度もあの結局千秋楽まで出れることはなく終わってしまったっていう、本当にとんでもないエピソードでした。終わってしまったのね。はい終わってしまいました。あエリーちゃんは黒すぎてマネージャー NG だったのでカットします。はいすいませんね、聞きたかった皆さん。もう何個かね昆布出したんですけど、そう、ね、全部ね NG ちょっと強すぎたね、黒かったね、すあまりにも真っ黒黒でした。すいません、すいません、いろんなね、はい、ということで、10月20日はAKB48 17年間のいい歴史と黒い歴史も思い出せるような内容となっております。チケット絶賛発売中、チケ戦の最終販売は9月25日、来週の月曜日23時59分までです。ぜひぜひ今のうちにご購入をお願いします。お願いします、お願いします。はい、さて今回の武道館コンサートですが、来場された方限定全員にメンバーのサイン入りオリジナルカードをプレゼントします。うわすごい、まずはそのデザインを発表したいと思います。そららお願いします。はい、じゃんじゃーん、かわいい、かわちいですね、かわいい、すごい大きめだよね普通に、うん、はい、そうだね、しっかりしてる、すごいって、やったー、嬉しいですね。はい、新曲のロゴをあしらったピンクを基調とした可愛らしいデザインとなっております。すごいね、こちらにメンバー直筆のサインを入れてランダムでプレゼントします。メンバー全員それぞれ約400枚のサインを書くんですけど、エリーちゃんとソララはもう書き始めてますか？終わりました、終わりました、早い、怖いってよ。ジェジェジェ、いつの間に書いたの？ありがとう。やばいでしょ、などびっくりドンキーって書いてありますよ。毎回ね、ジェジェジェ入ってる、ジェジェジェは絶対マストで入ってますからね、すごいですよ、すごい量ですね。いや、そうなんですよ、実はね、ちょっと私だけあと200枚ほど残ってまして、ちょっと早いね、量だ、すごいよみんな、こんなに書いたんですよみんな、見てください、皆さんこれは絶対ね全員もらえますから、本当にぜひ来てご来場されてください、皆さんお願いします。ということで、私はこれからサインを書かせていただけるということで、この時間で少しでも多くのサインをね今書いちゃいたいという気持ちでおりますけど、私がサインを書いてる間は2人はサインだけじゃないレアカードを書いてください。私が200枚書き終わるか、エリーちゃんが飽きたらそこで今日の配信は終了となります。飽きたら飽きたら終了なので頑張ります。じゃあ書き始めます。ちょっと待って、これあんまインクないかも、あるかな、あ意外とある、これどうすればいいの私たちは。だからスペシャルなレアカードをここに書けばいいのか、そうそう、おお、ここに追加ですね、もう超大当たりだよっていうスペシャルレアカードを作ってください。よいしょ、こんな感じで書き入っていきます。こんな感じ、もう片方に自分の名前を入れてみてください。うわー、あやいがさ、え、すごい、そういうこと、うん、いいね、セルフで、セルフでね、私のが出たからってメルカリで売らないで。やめてね、やめてね、悲しいよね、うん、メルカリ300円とか。やめてね、やめてね、猫ちゃん、でも結構時間かかるよね、だってこれ、え、マジでかかる、どんくらいかかった？2人ともレアカードに黒歴史書いてって、え、やば、絶対言えないよね。それこそやばいよね。大変だよ、
いや、そうだよね、うん、一生残るからね、そのカードですね。そうだよ、絶対無理です。かメンバー全員ね、いっぱい書いてる、すごいですよね。もういいかもしれない。え、待って、まだ4枚しか書いてないよ。もう7枚も、飽きんの早いって。7枚もあったらスペシャルカードじゃない、普通カード買えるんだよ、普通カード、帰るの全部。何、なんか得意な絵あるじゃん、なんかよくわかんない宇宙人が描いてる宇宙人みたいな文字。怖い、それそれ怖い怖い怖い、うわー宇宙人わーって何、空が空間違ってるよ、リアクションわーって何、戸惑ったわーしか言えないよね、確かに先輩のこれ見てさ、え言えないもんね、言えない言えないやばい、ソラナも描いてみてよ、これ1個レアだよ、これソラナが描いたこれめっちゃレアだよ、描きますね。え、うまいですね、ありがとう、長年描いてきてるね、宇宙人なんてプロだね。宇宙人ですか。おーおー、ちょっと、ま、ちょっと曲がってる、ちょっと曲がってる、ちょっと 右上に曲がってるけど、かわいい。あ、いいね、これ2つ揃ったらすごいよ、描き方がプロですね。あ、確かにこれもしね、当日ぜひ SNS で教えてください、よろしくお願いします。すごい、エゴサに引っかかるようにね、ちゃんと名前も書いてもらって、なんかさ、やろうよ3人で、なんかさ、私にそんな余裕があると、でも 3人でさ、うん、合わせたらハートになるよみたいな。いいね、かわいいですね、さ、合わせてさ、当たれ、うん、確かに、でもこれ、え、でもさ、いいかもね、この3個さ、つなげたらさ、また私を入れてくんない？ちょっと待ってよ、3人でやろうっていう話じゃないの？私も入れてよ、これでここにやって、じゃあ、え、まほちゃんがやらなきゃ意味ないんだよ。え、そうなの、うん、ここここ、え、ここ、うん、すごい、これだってさ、3人でさ、この3個の超激レアカードを当たった3人の人たちが集って3個合わせて SNS とかでやってくれたら、しかもこの3人は友達になれるかもしれない、その日初めて会った人でも。こうなってます、これはもう運命のカードと名付けさせてください。ハート、おー、ハートにつながります。偽物のサインだって、エリーちゃんが私のサイン書く、書いてよ。お、いいよ偽物ね、うん、偽物、1個私の偽物エリーちゃんが混じってます。見破られるかな、うん、見破れるかな、うまくね、うまい、待って、私っぽい、それわかんないよ絶対、あれじゃない、でも王冠がちょっと違う、あ、そんなことないか、え、待って、うますぎ、本物と普通にうまい、わかんないよ、え、待って、絶対私が書いたよそれすごい、これ当てた人もぜひ、当てたかどうかもわかんない、マホピョンさんのうさぎにしました。え、すごい、すごい、嬉しい、かわいい、私もマホピョンさんのうさぎにしました。なんで、読んだことないよね。なんでマホピョンさんのうさぎにしました。なんでうさぎのとこだけさ真っ黒に塗ったのに、あ、先生、ここに猫があって、うん、あの、ちょっと区別が不思議なことになるので、うん、あ、そういうこと、あ、なるほどね、しました、マホピョンさんのうさぎで、わかった、ありがとう、ちょっと手伝ってあげる、手伝って手伝ってあげるっておもろい、偽物が多数発言するってことだね、ありがとうございます。あ、小さく偽って書いてるって、偽物には。おもろい、手伝いしてくれて、宿題みたいだね、宿題に、ね、なっちゃうよこれ、いっぱいあるから、偽物欲しい、だってレアすぎる、
偽物バイエリー。すごい、ありがとう。当たり。そうですね、私は宿題は残すタイプでしたね、最後まで。ソララとか宿題とかさ、夏休みの宿題とかちゃんとやってるタイプ？はい、やらないです。あ、本当に？すごい。計画立てるんですけど、うんうん、あの遊び始めて、うん、あの崩れてって結局溜まるタイプで。え、でも間に合わせる？間に合わせます。あ、偉いね、そこはちゃんと。私はやらずに。じゃあこれが流れてるアイドルなんかじゃなかったらが終わったら終了ということで、あと少しお付き合いください。さっきあのこれ今初めて見た人は何の配信か分かんないよっていうコメントが来てましたね。そりゃそうですよね。あのちょっとサインをね書かせていただいております。すいません、私があまりにも残しているというサイン、これ大変なんですよ実は。なかなかね減らないんだよね、これ無限にあるんです、まだまだこれでも私ほんと何時間も書いてたんですよ。おかしい、いっぱいあるんだから。だからぜひね、これをもう本当に皆さん受け取りに武道館にご来場していただけたらありがたいです。年賀状かと思った明けました、明けましておめでとう。まだ年は明けないんですよね、うん、お手伝いしたい、優しいね。やばい、もう終わっちゃうよ、終わっちゃうよ、待って。そう、これ私書けなかった居残りでどっかでまたサイン書かなきゃいけなくなるので、ここでどうしても終わらせたいという気持ちだったんですけれども、まあ無理そうですね、もう終わっちゃいそう、曲がやばい。終わっちゃうよ、書いとけ、ファンの方が言ってくれてありがとう。やばい、最後ラストビノールック、うん、優しい。ぽんぴょんさん白バージョン書きました。ありがとう、白うさぎもいる、嬉しい。白黒で誕生、サインの音が ASMR。 確かにキュッキュッキュッやばい、終わっちゃう、待って待って。あああらが最後の1枚はい、ということで最後1枚に、え、超スペシャルレアカード SSR、 最後の1枚に3人のサインを入れちゃいたいと思いますおじゃあいいですか、ここから。じゃあいい、私一番上に書いちゃっても、うん、え、すごくない？多分これ1枚しかないよね、他のメンバーもやってないと思うので。偽物12枚ぐらい書いてすごいすごい、両端で。じゃあ、はい、マンボウで書きました。うん、すごいね、これ絶対欲しいね、 SSR ですよ偽物12枚。でもだいぶまあ進んだね、これだけかけた、結構かけた、でもまだ、ね、意外と似てない？めっちゃ似てる、私だもんこれめっちゃ、でもこれだけあれまだやばやばいよね。レアカードレアできた、すごい、めっちゃレア、絶対みんなゲットしてください。はい、というわけで、いろいろやってきましたが、あ、そうですね、10月20日、21日、22日はぜひ武道館に来て、こちらのメンバーさん入りオリジナルカードを受け取ってください。お願いします、お願いします。はい、というわけでいろいろやってきましたが、コンサートの意気込みを一人ずつ言っていきたいと思います。まずはソララから。はい、そうですね、今回のコンサートでは、うん、あのかっこいい曲とかかわいい曲とか本当にもう盛りだくさんで楽しみなんですけど、私自身こうちょっとかっこいい曲でやってみたかったなって曲があって、それに、はい、チャレンジするので、ちょっと頑張りたいなって思ってます、待ってます。気になる、
ありがとう。じゃあ続いてはしばちゃんお願いします。はい、今回は武道館にね、久しぶりにリップグロスがまたまた、ね、1年越しにできますよっていうことで嬉しいですし、うん、なんだろう、今までになかったような企画だったり、うん、曲を新しいメンバーでやるっていうことですごい楽しみですし、まあ、小池は入ってるのかというところで皆さん楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、私はですね、やっぱりもともとファンだったのもあるし、今こうやってメンバーとして活動させてもらってて、もうなんだろう、瀬戸亮を見てワクワクしかないし、うん、絶対にファンの方の中にもこういつからファンになったよ、 AKB を好きになったよって方いると思うんですけど、その全員がきっと楽しめる本当にコンサートになってると思うので、3日間ともぜひ全部来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで最後に壇上の方のお名前を読み上げさせていただきます。じゃあどうします、何位から全員で読めます。あ、じゃあソララから。はい、出るか、15位、13位から13位、たこまるさん、ありがとうございます。12位、北斗七星さん、ありがとうございます。11位、上田さん、ありがとうございます。10位、かずくんさん、ありがとうございます。9位、まえやさん、ありがとうございます。8位、みきさん、ありがとうございます。7位、はにわさん、ありがとうございます。6位、 34CP アップひさたんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、ハムさん、ありがとうございます。4位、ケントさん、ありがとうございます。3位、滝沢さん、ありがとうございます。2位、ひーくん、ありがとうございます。そして1位は、おっくんさんです。ありがとうございます。はい、ということで10月20日、21日、22日 MX 祭り AKB48 62枚目シングル、62枚目シングルアイドルなんかじゃなかったら発売記念コンサート日本武道館にて開催です。ローソンチケット先行販売は9月24日、今度の日曜日23時59分まで。チケ戦の最終販売は9月25日、来週の月曜日23時59分までとなっております。配信が終わったら絶対チェックしてください。お願いします。お願いします。まほちゃんだけ、ね、カメラに可愛い子おねだりしていません。読んでなかったし、どうぞ絶対来てくれよな。